まあ、自分のボクシング人生の一つの、まあ、試合のルーティンというか、まあ、大晦日は自分の中でも毎年こう頭のどこかに、まあ、試合するんじゃないかなっていう意識はあるので、まあ、初めて大晦日してから、まあ、今回で8回目で、こう関係者の皆さんにも感謝してますし、まあ、こうやって現役で1年の最後を締めくくれる日にこうやらせてもらうっていうのは一つのこう任務を背負うというか、その日に今年最後締めくくれ盛り上げないといけない、まあ、いろんな意味がこう込められている日だと思います。まあ、今他団体の選手も世界では名の知れる選手だと思うので、まあ、その選手だったり、昨日も質問でもやれましたけど、ローマン・ゴンザレス選手だったりとか、まあ、この会見にすごい充実したこういい選手がすごくいるので、まあ、そのあたり誰とでもあれば、まあ、そういう自分が思っている試合ができるんじゃないかなと思います。